그래, 굳이 통닭을 시켜서 이런마스크는그것도고 多分ね、私ね、30、40円のイーロンマスク抜きますわ。ちょっと喋るね。皆さんよう聞いときよ。俺71やから、ケケイのホームレスもしとるしね、いろいろしとるから。東大受験生が人を刺し殺した事件があるでしょう。ね。あれ、親が悪い。ね。親が 犯罪したらね、お前も刑務所で仕事もなくなるし、私も全部、一人ずつ1000万円払わなあかんから、3人ね。ほんで、人殺したら、その殺した子ね、子供が、ね、一生、その刺したやつに金払わないけんよってことを教えてない。ね。だから、中堅金持ちは、そこいうことで失敗する。これ直そう。だから、一回切りましょうかな。以上。